どうも、エルカウギのエルウダです。どうも、デロネです。ということでね、はい、今日のトースポの一面がですね、ちょっと目を疑って、はい、もう気づいたら、はい、もうちょっとずつ盲信して買ってしまったんですが、気づいたら今だったらやっぱ緊急事態とかいろいろあるじゃないですか。はいはいはい、今日ちょっとびっくりしましたね。もう一つのロス疑惑、うん、未解決猪木襲撃事件ということで、なんすか、あのロス疑惑、アントニオ猪木襲撃事件の知られざるもう一個事件があったんじゃないかっていうのを、はい、今になってトースポが取り上げていると。三浦和義以来の、はい、ロスで、まあ、橋本真也というプロレスラーが、うん、なんか小川直也と猪木会長が今いるらしいから、うん、ちょっと襲撃というか挨拶行くぞみたいな。おで、その入れ違いでその付き人の健三っていう選手のところに猪木がなんか入ってきて、はいはいはい、お一人かみたいなって、うん、橋本はどうしたって言われて、うん、襲撃というか挨拶に来ましたみたいな。いや、ちょっとバラしてんじゃねえか。非常に。バラしちゃってんじゃないの。非常に面白い、何万字コラムみたいな感じで、全部読みましたね。すごい、はい、すごいツーショットですね。すごいツーショットになっていて、で、まさかの裏面周面が、うん、あの、大谷日米通算100号っていう、絶対周面と表逆だろみたいな。逆ですね。これがね、ちょっと買わざるを得なかった。ということなんですが、なるほど、面白いですね。今日のね、まあこれ、トースポにも載ってますし、うん、あとはその、何？トレンドでもだいぶ入ってるのは、チンポというのが入ってます。で、チンポって何かっていうと、うん、なんかイギリスのヘンリー王子が、うん、まあ企業のに入社したと、うん、ベンチャー企業に。で、そこに就いた役職が、うん、チーフインパクトオフィサー。お略すと、チンポになると。いうことで、もし王子が日本を訪れてチンポと自己紹介したら、はいはい、相手がどんな顔をするか見てみたいなどの声が上がっていると。あ、なるほどね。いうことで今トレンドでかなり入ってます、はい、チンポ。あれ誰だっけな、うん、あの今井翼くんだっけな、はいはい、誰だったかがさ、はい、中国に行くとそういう名前になるっていう、チンポだったかな、あ、なるほど、訳すとそうなっちゃうんだ。なんか誰だったか、今井くんだったかな、確かそうだったと思う、ボッキー&翼みたいな、ボッキー&翼みたいなダメだね、怒られますからね、みたいなこと、はいはい、冗談ね、ちょっとびっくりしましたよ、私、うん、確かね、そんなこと言ってたな。あの初めの一歩だとね、お母さんかなんか間違えてね、トランクス縫うときに名前入れ間違えてインポになっちゃうんですよね、そんなあったっけ、なんかそういうのがあるらしいですね、っっ初めの、僕学生時代それだいぶ話題になってたんで間違いないと思います。なるほど。っていうのと、はい、だそのチンポがまあだいぶ話題になっていると、うん、でもう一個はこれすごいですね、はい、禁酒法というのがトレンド入りですが、禁酒法が東京都が飲食店の酒類酒類提供を終日禁止にする、うん、この宣言が出ると。何やってんのということです。でこれでもう禁酒法という言葉にまでやばいですね言っています。へー。で禁酒法っていうのがもうみんなつぶやいてて、禁酒法って聞くと、うん、家でブドウを踏みつぶしたくなるのは私だけってつぶやいてる人いますね。あのさ、うん、あれあんま見たくなかったね、ワインを作ってるさ、うん、製法でさ、昔ながらの製法やってますみたいな感じでさ、いいじゃないですかあれ、外国の方でさ、うん、あのお姉ちゃんとかさ、こうスカートをさ、うん、ちょっとめくってふみふみしてるのがあると、はいはい、実際はさ、うん、あの、海パン姿のさ、おっさんがさ、あ、そうなんだ。めちゃめちゃ踏んでんだ。俺、あれ見たときちょっと嫌だったな。まあ、どっちも、そうか、男女踏んでるから、あ、で、俺、女子のやつ買おうかな、じゃあ。いや、女子が踏んだやつの。なかなかね、うん、毛深いおっさんのね。なるほど。やっててね。じゃあ、毛もね、ちょっと入ってたら、入ってるより味わい深い。毛の味が入ってるな、とか。これね、見てみたくなかったな。しかもさ、なんかその、緊急事態宣言もね、まあ、いろいろさ、言われてんじゃん。はい、なんかこれ5月11日か11日か16日頃までを想定していると言って、これ朝日新聞デジタルによると、あ、昨日はねダースレイダーさんと配信やった時は5月9日までで、それがやっぱバッハ会長が来日するちょっと前に終わるんじゃないかっていう見立てもありましたけど、とりあえずゴールデンウィークは全部挟むっていうのがあって、おそらく挟むんだね、うん、はいはいはい、感じになっています。また今年も、うん、これはね、だからどうなんのね、本当に保証は出ないけど、みたいになっちゃうのかな。なのかね。でもいい加減にしないとね、これも。だからその、僕たち4月25日に、月1の単独ライブがあって、うん、新ネタ3本やります。で、ゲストとトークなんですけども、はいはい、大物ゲストなんと、ゆうきロックさんが、はい、来ていただくんですけど、やっぱこの影響なのか、うん、今4席ですね、埋まってるのは。なので、この影響だね、完全に。もうちょっとね、
ちょっとワクチンあるよぐらい言っときます。これ見てる人毎日再生さ、すっごい少なくても100回は言ってるんですよ、ちょっと来れる人お願いします。お願いします。ちょっとちょっと先輩に恥かかせられないです。かかせられないんだよね。ちょっとね、もしか配信めちゃめちゃ買ってくださいと思います。お願いします。あとちょっと怖めの先輩じゃないですか多分。そのいやそうだね、舐めてかかれる先輩じゃないじゃないですか。だってね、多分現役の頃メリケンサック持って歩いてる。いやいやいや、まあでもその時代だよね。そんな時代あるか。メリケンサックを持ってるような人でしたから。でもね、結城六さんの芸人迷子って本を読みました、私。はい、面白すぎて一日で読みます、あれ。皆さんもぜひ読んでほしい、読んでない人いたら、あれはね、読むとね、もうそういう時代だったっていう前提で言うと、深夜ラジオでネタにされた時に、ラジオ局に殴り込み行ったっていう。やだな、メリケンサック。東西関係ねえんだな。東西関係なくない？まあそうだね、東もそうだったわけじゃん。やってるわけだね。たけしさんの、あの爆笑さんのとかさ、ああいうのあるわけだから。血気盛んな時間、時代があるんだね。日本全国。そういうもんじゃない、B-POP なんじゃない、その頃は。みんなが B-POP。そう。あ、そうか、B-POP 呼んでた世代か、みんな。だから俺の今回の予想は、はい、まあ、松本キックさん以来の、はい、ウォレットチェーンをしているかどうかっていうね。いや、してないんじゃないかな。僕はここにかけてますよ。養成所の講師やってるからな、結城さんは。いや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 、ここしてないと思うな。どっちかな。多分松本キックさん養成所の講師してないと思う。してないよ。してなくてもいいんだけどな。びっくりしたけど、松本キック、いやーって40分で俺と全然顔パンですか。別にいいんですよ。でもかっこよかったからね。うん、あれいうのが似合う40代とか大人いないよ、なかなか。ね、そういうことでございます。そしてね、岡本敦子さんがですね、トゥナイト2時代のマル秘話を赤裸々告白という、これがもう、トースポウェブさんなんですけれども、はい、塾の会議という YouTube チャンネルにこのトークをアップしたという21日ということで、塾上チャンネル、はい、今日完全にエロチャンネルですね。で意外と違うんですよ。フリーの荒木さんというアナウンサーの方と、坂本ちゃんと3人でやってるチャンネルが。いや、なんでだよ。なんで急に変化球投げてくんだよ。おかしいだろ。東京のね、恵比寿駅前の交差点で秋に信号待ちをしていたと。当時ね、はい、信号が青になり歩き出そうとしたら足が出ない、うん、足元を見ると私の履いてたスカートがストンと落ちてて、私はパンツ丸出しで立ってた。うわ、すごい。ウエストを紐で縛るタイプのスカートで、スラッとした生地だったため、歩いているうちに紐がほどけてしまった。交差点にはたくさん人がいたが、トゥナイトにガッツリ出てたからトゥナイトの人だって分かった人もいたと思うのよ。ところが周りの人は何も言わずに普通に歩いていくわけ。岡本さんは動揺を隠してスカートを上げ、堂々と信号を渡ったという。これに便乗し坂本ちゃんも信号待ちでのハプニングを告白。いいわ。いや、よくないですよ。いいわ、信号待ちのハプニング。そんなないわ。あるでしょ、信号待ちの時にハプニング。信号待ちのハプニングってなんだよ。お前こういうのないと思う。サンマホテルとか出れないからな。あの熟女会議とか出れないからな。いいよ。坂本ちゃんはですね、だいぶ前の夏の夜。だいぶ前の夏の夜。何年か前の夏ですね。本当かそれ。中野で肉を食べ、徒歩で帰宅途中。抽象的だな、肉を食べ。高田馬場に差し掛かった。いるそこ。お腹が。中野の肉屋いるそれ。お腹が。馬場から始まってもよくない。お腹がぐるぐるとなり。ほら。トイレを借りようと、蓮向かいにコンビニを見つけたが。あ、お腹こだしたのね、壊したのね。あいにく横断歩道の信号は赤。いや、もう落ち見えてきたよ。もう分かったよ。それまでは。もう分かったよ。もうフラグ立ったよ、もう。それまでは変則的に歩いてたから、そのリズムだったんだけど、うん、止まったら急に、シャー。あら。坂本ちゃんは。あら。路地奥の駐車場へ行き、暗がりにパンツを捨てて、うわ。タクシーで来た。いや、だ、ひどいね。ひどいね。坂本ちゃんの味噌パンが中野馬場にあるってことですね。これはね、落ちたってことですね。これは塾上会議、僕登録しますチャンネル。これは面白いですね。坂本ちゃんが坂本ちゃんがうんこ漏らしたんですよ。どうでもいいわ、もう。なんでトースポエムもこれ文字起こしをしたんだろうな。いやー、いけると思ったんだろうな。お笑いってやっぱ幅広いな。広いな。坂本ちゃんのお腹壊して。なんで無駄な時間過ごしたな。なんで。いいよ、続き読めよ。続きは
そこまで？いや、ありますよ。岡本敦子は、どうしたのそれ。岡本敦子さんは、はい、いたような経験はみんなあるよ。私もあるもん。あんのかよ。あんのかよ。そうです。まあまあ、たくさんありますけども。肉食って腹壊して。まあ、あんのか？大人でもね、まあまあそういう。で、大人で漏らすってやっぱ面白いですから、相当。いや俺一人横で漏らしたやついたけど、マジで聞いたけどな。アメトークで、中上さんがさ、うんこ漏らしながら漫才やってんの昔流れたの覚えてる？どうした？なんか漏らしたことがあって、その時の漫才の映像があって、途中からレイジさんが、後ろでこうやって手組みながら漫才ですこの時ですね、つってやって、この時漏らしてますで、客席もちょっと悲鳴みたいになってる、その映像、ね、映像流してる、ね、その漫才の映像をみんなで見てる時に、アメトークじゃなかったか分かんないけど、後ろに手組んで、もじもじしながら、ほんで、ほんで、みたいな。早く終われる。あの人たち、さあ、吉本の芸人って一日何十、十捨てとかあるんでしょ？なんでしょ？だからもうさ、もう生活の一個なんだろうね、漫才が。だから、あれじゃね、岡本敦子さんでいう信号待ちみたいな感じですね。いや。ねえ。すごいな。うん。しかもね、ネタ長いだろうしな。そう。だって絶対15分ぐらいはね、やってほしいもんね。だからね。もし見れるんだったら。だからこれはちょっとなかなかだね。ねえ。というね。ことでございます。じゃあ、気をつけてくださいと。はい、そうです。うんこね、もう漏らしちゃダメですよ。ということでね、石田純一さんがね、人気 YouTuber とコラボしたということで、で、なんか、一部、ニュースポストセブンさんによるとですね、その YouTuber が、たまたま隣のマンションに、石田純一さんが住んでたということで来てもらいました。というチャンネルなんだけど、たまたま住んでたっていうこと、うん、石田純一さんが、どうやらなんかその、一軒家に普段住んでいて、その、別居もしてない。ということで、まあそういう、演出なんじゃないか。ということで。仕事部屋ね。そうそう。仕事部屋の可能性あるからね。で、石田純一さんのね。で、コメント欄がちょっとびっくりしたんですけど、どんな YouTuber の方か存じ上げませんが、石田純一さんと絡まない方がいいと思いますよ。やめなさいよ。逆じゃねえのかと思って。やめなさいよ。石田純一さんの価値がちょっとね。よくわかんない YouTuber と絡まない方がいいよって書かれてた時代があったのに。ちょっとね。すごいね。デフレ、起こってます。芸能人のデフレが起こり始めた。デフレスパイラルですよ、本当に。起こり始めた。という、まあそういう記事もあります。はい、まあまあね、ちょっと、ね、あくまで真偽不明のネットニュースですから、ちょっとわかりません。はい、まあまあそんなとこですかね。じゃあ書いちゃダメだ。書くね。はい、といったところで、また明日お聞きなさってください。お願いします。